からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ、一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今さらお前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られている。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。レッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ今回の茶会で護衛の全権を任されている。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割る。理由はわからんが、
それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。しっしっし。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。ブーンを祈る。よし。さあ、ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライオ、カタクリ。よく見ろ、サンジ。この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。プリン、この目を美しいなんて言ったやつはただの一人を。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けたか。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。サンジ、あいつ何やってんだ、ジタバタしやがって。
そろそろ行くか。消えばいいはずだ。上がれよ。上がってこい。行くよ。私たちには大事な目的が。今は戦っている場合じゃありません。ろくな未来は待っていない。それでも俺に挑む。本気でやろう。武装ドーナツ。カタクリは厄介な能力の持ち。こいつからいよう急いで進むぞ。覚悟し。どこへ行くつもりだ、ペロリ。ランデーウォール。初めからお前に勝ち目はない。どけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。いくよ。終わりだよ。エレクトリガレルルナ。私が止めてみせよう。落ち着け、無駄だ。落ち着け。落ち着け。みんなで行けば敵が集まってしまいます。そちらは任せていいでしょうか。私のあいつらの狙いはママではない。そのカルメルの写真か。絶対助からねえ。体も飴でガチガチだ。あ、サンジの家族が大変だ。助けねえと。あいつ、マザーカルメルの写真を割りやがった。しまった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして上で抜け抜き麦わらの位置にマザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に起こればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。
敵が多すぎる。おのおの会場から離れろ。やはり裏切った、ベッチ。このままで済むと思うな。勝てない勝負に何の意味がある。ここまで来ればひとまず安全か。ビッグファーザーグレーゼ、全員俺の中へ入り、どうにかここまで逃げてこい。ゾウが呼び込んでいるのはペロスペロか。奴を倒さねえ限り邪魔は増える一方だな。そこから逃げるつもりか。塞いでやる。
たぞ。先は撤退地点を持ちに帰る気か。さっさと引くぞ。くそ。どうにか逃げ延びた。皆無事たどり着いておればいいが。よし、これで全員入ったな。この調子だよ。